ください。エッセル大使号到着までもう少々お待ちください。大変お待たせをいたしました。 SL 大樹号の登場です。ここで一旦停止してから停車台へ入線です。東武鉄道では SL 大樹号を見たら手を振ってくださいと皆様にお願いをしております。皆様ぜひ手を振ってお出迎えをお願いいたします。停車台へ入線をいたします。皆様ぜひ手を振ってお出迎えをお願いいたします。 SL 大樹号が停車台へ入線いたしますと汽笛が何度か鳴ります。なお汽笛の音が大きいため小さいお子様が驚いてしまうことがございます。保護者の方は特にご注意してください。なお汽笛が聞こえる距離は約 3km です。
回転が終了いたしました。SL 開示号は停車台から出発をいたします。これより15時5分発の SL 開示6号下今市行きに発車をいたします。SL 開示号は2017年8月10日に営業運転が開始となり、下今市鬼怒川温泉駅間 12.4km を駆け抜けております。SL開示号停車台から出発をいたします。皆様ぜひ手を振ってお見送りをお願いいたします。お忙しい中 SL 開示号をご覧いただきありがとうございました。次回は SL 開示号へのご乗車をお待ちしております。
番線特急9番号 JR 九州線18号をいたします。ご利用のお客様はご乗車になりますとお待ちください。Thank you.